何もや、お前見とったで、キリュウちゃん。出た。兄貴、キリュウって、あの、そうや、道島の竜、キリュウカズマちゃんや。お久しぶりです、真島の兄さん。あ、こいつは上ないの？真島五郎。圧倒的に上ですよ。そうなんや、はい。よせよせ。あ、そうなんや。お前、組立ち上げるって話やないかい。そうや、そこの店やったな。お前の馴染みがいるっちゅうのは、えらいええ女らしいの。みんな言うとるで、一度あんな女こましてみたいってね。それよりコナホ、どないしようか。すいません、まさかキリュウさんとは。やらかしたね。いいんだ。甘いな、キルちゃん。甘々や。けじめはしっかりつけんと。ナイス。まだまだ行くで。まだまだ行くで。あの傘の味はどうや。傘の先っぽの味はどうや。ああ、いかん、それはダメ。ナイス。おっと。何？その辺で。お前のためにやっとんのやろが。もう十分ですから。こいつ自身もだいぶボコりましたもんね。そうね。十分やったね。ま、ええわ。お前もこう思ったらこれくらい厳しくしつけせなあかんで。言うで。はい。はい。覚えておきます。でも。あ？でもなんや。俺は俺のやり方でやらせてもらいます。ふん。どんなやり方でやるっちゅんや。俺はちゃんと筋が通ったやり方を貫きます。見ちゃいますよね。踊れは俺に喧嘩売っとんのか。かっこよすぎやよね。ええー、やろ、いっちゃっとるか。いえ、兄さんとここで喧嘩をする理由はありません。筋が通らねえ。よっしゃ、暇だからだ。これで俺と喧嘩する理由はできたな。俺が兄さんをムカつかせたんなら謝ります。なんやと。痛い。そんじゃねえ。俺は痛いよ。繰り返してくげ。え、だって傘で行かれとるよ。傘で行かれとる。これで気は済みましたか。さらに火に油を吸う。そういう一言じゃないの。おっと、これはこれはいかんよ。その強がりどこまで続くかの。え、アホくさ、筋通すなんぞ言うて無理しとるだけやないか。痩せ我慢ちゅうやつや。世の中筋の通らんことばっかりや。そんな意地張っとったら体が持たんで。どう取ってもらっても構いません。ですが俺は自分の考えを変えるつもりはありません。何があってもか。ええ。ふん。わかったわ。このテンション。お前のその覚悟見届けさせてもらうで。四六時中ずっとね。何でも。もし筋が通っとったら俺との喧嘩買うてくれるか。だいぶクレイジーやね。その時になってみないと。よっしゃ。ほな、どないしてお前をマジにしたるか早速作戦会議せな。行くでお前ら。へえ。ほな、またな、キルちゃん。楽しみにしとってや。ワクワクするで。これが
浜島五郎独特でしょ、だいぶ、うん、あと少しで兄貴にやられるとこでした。キリュウのお辞儀ありがとうございました。目が開いてないよ大丈夫なのか。はい、いつも真島の兄貴に鍛えられてますから。もうアタッシュケースで行ったらあ、こっからか。うん、ここのさ、うん、2階がまあここセブンなんだけど、うん、あ、上には行けないのか。なんかあるの。うん、金融屋さんがね、この上にあるんて。あ、そうなんや。まあでもそれ相変わらず静かだな。あなたたちがいちゃ怖くて飲めないでしょ、うん、普通のお客さんだから今日は貸し切り。レーナ、ユミは今買い出しに行ってるの、うん、どうせまた腹減ったとか言い出すんでしょ。違いね。どうなんだ、気流組の立ち上げは。錦山明。まだ決まったわけじゃない、組長が決めることだ。組長も嫌とは言えねえよ。風間の親父がもうその気なんだ。堂島組はあの人で持ってるようなもんだからな。そこ行くと堂島組長は昔の自慢とメンツの話しかできやしねえ。控えろ錦。またおめえに先越されちまったか。なあ錦、お前妹はどうなんだ。来月もう一度手術だ。多分次で最後になる。最後。体が持たないそうだ。これでダメならもう。そうか。あ、来てたのね。ユミ。ちょっと、もう酔ってるの？私も入れなさい。どうぞご遠慮なく。お、さっきおっしゃった指輪や。そうですね。でもあれはこの1日後ですからね。ああ、そうだね。時間軸的には。まあ、キセルでタバコ吸ったね。だいぶかっこいい ね。はい。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、あ、また数ヶ月前。こりゃユミちゃんに振られちゃったかな、はい。仲いいんですね、この二人。本当だね。襟のこの胸元のざっくり感が一緒だもん、ね。おーい。俺らだってお客さんだぞ。ごめんごめん、最近よく来てくれるお客さんなの。いつものでいい？おう。ハイライトとセブンスター。そうね。うまくいきそうか。え？ああ、裏カジノか。イカ様やって課題から金をむしるのはどうも性に合わねっつうか。何言ってんだ。自分の組モテるかどうかの正念場だぞ。任されとるってこと？ここでドーンと稼げば間違いなしだ。裏カジノ。堂島組内気流組、天下の登場会の三次団体だ。迷ってんじゃねえよ。俺は一応射程頭補佐だぞ。ファイブ下ですね。今でも十分立派なもんだろうが。相変わらずだなお前は。射程頭補佐だなんて名ばかり。邪険にされることもねえが、かといって出世の本筋でもねえっつう微妙な立ち位置だ、うん。そんなお前が風間のおやすさんの後押しでようやく掴んだチャンスなんだ。死に物狂いで物にしなかったら意味ねえぞ。このまま行ったら一生飼い殺しだ。ヤクザの世界も出世組みたいなとこあるよね。そうですね。ごとであかにゃ、やっぱり自分の組を持ってこそだろう。違うか。そうだな。お待ちどうさま。こういうの見ると酒飲めるのかっこいい。ねえねえ、さっきお客さんと偶然誕生日の話題になったんだけど、今度ユミちゃんに。二人はちゃんと準備してあるの？プレゼント。え？
そういえばもうそんな時期か。バッカ、お前忘れてたのかよ。いや、最近忙しかったからさ。誕生日そういう錦山君はもう何か用意してもちろん由美に似合いそうなピンクダイヤのネックレス。まあ、なんだか高そうね。まあな、何ヶ月も前から予約していてやっと手に入ったんだ。実は今日渡そうと思ってちゃんと準備してあるよ。あら、そうだったの。それじゃあパーティーしましょうよ。お、それならいいケーキ屋知ってるから俺買ってくるよ。本当？助かるわ。お願いね。何も買ってねえ。どうしようっていう顔しています。あ、そういうことだ。そういう表情これ。ちょっと待ってみたいな。また今度ってわけにはいかねえか。そんなのダメよ。まだ間に合うから今すぐ用意したら。そういうことね。そんな急に言われてもな。ドンキホーテ行こうかな。手軽やな。でも龍が如くといえば、うん、ドンキホーテですか。そうなの？それじゃあ指輪なんてどう？え？指輪か。いいんじゃねえの。さすがレーナ、無難なチョイスだ。それはどうも。どんな指輪がいいんだろうな。それくらい自分で考えろよ。俺は手伝わねえからな。二人とも狙ってる。そう難しく考えなくても、気持ちがこもってる。ああ、そうね。どういう関係なんやろ。普通にこのお店のお客さんと店員さんみたいな。店員さんってだけ。今は。ああ、そうなんや。はい。ダメだ。女の好みなんてさっぱりわからねえ。もうしょうがないわね。あ、それじゃああれなんてどう？あれってフランスの有名なブランドの指輪なんてどう？新作が出たばっかりなんだけど、女の子にすごく人気なのよ。こいつがプレゼントした的なことなんですね。この前ユミちゃんと一緒に雑誌見てたら、彼女も欲しいって言ってたわ。ほう。指輪のアップから数ヶ月前ここに来たもんね。それにしてみたら。そうだな。よし、それにしよう。あ、それを何、今から物色しに行くの？そうですね。盗みに行くの？盗みに。ちゃんと買いにくいよね。あ、そう。そこまで、悪じゃない。リラックスだ。